最終身長予測するときですね、おおむね5個の項目を理解する必要があります。1キロペースは子供としてはやりすぎなんじゃないかなって認識になります。身長ビヨン、医師学科生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に活動を配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、身長先生に聞ける35番目ということですね。前回出した動画結構人気みたいでありがとうございます。エネルギー高まってますので、スパン短いですけど、バシバシ取っていきます。全身全霊とね、言うからにはね、まあ、もっと更新頻度を上げたいというふうに考えていますので、私もですね、なかなか体力的には厳しいというふうな気持ちもある中ですけども、ぶっ倒れるまで仕事をするってところでやっていきたいと思います。そうですね、今回は前回の、ね、身長先生危険の34番目のところですね、86件ということでお出ししてからまあ 2,3 日しか経ってませんので、今回ねかなりコメントの数多かったと思いますが、バシバシ答えていきたいと思います。よろしいでしょうか。皆様ですね、身長に関する疑問がありましたらコメント欄の方に記載お願いします。まずコマさんということで、いつも見させてもらって勉強してます。最終身長予測お願いします。11歳9ヶ月153センチ、12歳9ヶ月16011センチ、13歳10ヶ月170センチ、お父様は179センチ、お母様は158センチ、中学1年生です。小学校4年生の時とかは成長痛が痛くて1年で10センチ伸びていました。陰毛が12歳2ヶ月で生え始め、脇毛が13歳5ヶ月くらいに生えてきて、顎ひげが13歳7ヶ月くらいに生えてきました。睡眠は毎日9時間とっており陸上部です。おじいちゃんも高くて184センチです。最終的に何センチになるか予測お願いしますということですね。いつも通りね、成長診断を使っていきたいと思います。日本人のね、平均的な身長伸びを表にしたものになります。一般的にね、成長曲線ではね、曲線で描かれているのも使うんですけど、私の場合ですとそれをね完全に表に書き起こしてより細かく見ていくっていうのを好んでやっております。こちらの成長シートね、欲しい人はぜひね LINE の方送ってください。お送りしてます。 A3 でね印刷すると分かりやすいです。まず最終身長予測するってどういうことかというと、統計学的なものをまずはベースにするっていうのが一つあります。それに対して統計学をいろいろ組み合わせていって最終的に予測を立てる。最終的にはちょっとしたさじ加減というかですね、私のいわゆる経験則的な部分を踏まえてお伝えしているというのが原料になります。最終身長予測ね、せっかくなので今日はどういう風に予測するかをもう一回ちょっと皆さんと復習していきたいと思います。最終身長予測するときですね、おおむね5個の項目を理解する必要があります。まず1つ目が現在の身長、そして2番目が過去の身長、3番目が骨の年齢ということで骨年齢ですね、骨端線が閉じてるかどれくらい空いてるのかっていうところですね。4番目思春期症状、5番目両親の身長っていうところで、この5番目をまずはですね、私のカウンセリングでとベースとして予測します。それをもとに最終身長をまず予測して、そこでですね、採血の結果を踏まえてその予測をですね補正していく。基本的にまずそのやり方でやるのが私のやり方になります。その中でなんですけども、 YouTube ではですね、採血だったりとかレントゲンとかできませんので、部分的にですねピックアップしていくような形になります。精度が少し落ちますので、そこをねご了承ください。それではね、早速ねやっていきたいと思います。まずはこの方の場合、貯金のデータは13歳10ヶ月170センチというところになりますので、仮にこのまま日本人の平均的に身長が伸びていくと178センチから 178.8 センチになるということがわかります。まずそれが基準になるわけですね。その基準に対して早熟であればそれも低くなるわけですし、晩熟であれば高くなるでしょうという表現になりますので、次にどっちのタイプなのかって検討していくような形になります。で、この方はですね、11歳6ヶ月と12歳6ヶ月はですね、176.3センチのペースにいらっしゃることから考えると、12歳6ヶ月がやや成長率が上がってきてるという印象になります。それに対してなんですけども、陰毛が12歳2ヶ月で生え始めってところに記載がありますので、陰毛に関して言うと結構ですね、細かいことを気にされる方も多いんですけども、あんまり細かいことはそこ気にしてもしょうがないというような表現もできると思います。なぜかというと、そもそもですね、曖昧だから、ものすごく産毛的なものをカウントするのか、しっかりしたものをするのかとか判断が曖昧になりますので、ざっくりとした指標はざっくりとして理解するというのも大事になってきますので、神経質にならない程度に今からお伝えする基準をねメモしてください。男子早熟の目安ということで、陰毛が11歳0ヶ月未満だと超早熟というような形になります。経験上なんですけども、11歳0ヶ月未満で陰毛が生えましたというふうに答えている人はかなり早熟なことが多いです。どういうんですけど、12歳0ヶ月未満で声変わりをするようであればかなり早熟でしょうという表現になります。次は晩熟の目安ですね。陰毛が14歳0ヶ月以上で生えてきたという表現であればほぼ確定的に晩熟になりますね。声変わりますね、15歳0ヶ月以上で声変わり表現されるのであればかなりの確率で晩熟でしょうという表現になってきます。ですので今回のデータね、一緒に見ていきましょう。陰毛が12歳2ヶ月で生え始め、脇毛13歳5ヶ月ってことなので、このデータから見て、まあ、比較的平均的表現でいいのかなという印象になっていきます。睡眠は毎日9時間とっておりということなんですけども、13歳の理想的な睡眠時間ですよ、ナショナルスリープファンデーションによれば9から11時間ですので、ここは非常にいいでしょうというところになります。で、おじいちゃんも高くて184センチってことですね。お父様とお母様は179センチと158センチですので、遺伝身長の方は179たす158たす13割る2イコール175ということで175センチになるわけになりますので、こういったところで総合的に見てみましょうというところになります。今回はですね、基本的に平均的って表現でいいと思うんですけども、これは検査によっては早熟と判定することもあるいは晩熟と判定するようなこともあるような印象になりますので、採血だったりだとかレントゲンっていうのが大事になってくると思います。レントゲンの場合はですね、骨年齢というのをお出しすることができて、骨年齢を算出する方法もいくつかあります。
ありまして、まず私の方でスケーリングをしながら出すというのと、最近だと機械の方ですね、導入しましたので、機械の方でも骨の燃料ですね、今測ってますので、私の目で実際に計算したもの、そして機械でも測ったものということで、診断の精度を上げるということも現在行っていますので、早熟なのか晩熟なのかというのは明確に分かります。そういったのに、じゃあ踏まえてというところなんですけど、憶測的な部分も入るんだけども、今日時点だと 176.3 から 180.3 ぐらいのペースっていう表現ができるんじゃないでしょうか。はい、次ですね、ハルトさんということで、3月生まれの中学1年生です。先生の成長シートを見て考える限り、早熟なので168ぐらい止まりそうで怖いです。目標は170ですということで、10歳0ヶ月からですね、12歳11ヶ月のデータいただいております。そしてお父様が168、お母様160センチというところで書いてありますね。陰毛が11歳8ヶ月から11歳10ヶ月、声変わりは12歳11ヶ月現在仕掛けているような気がしますということで、運動は部活でよくしていますと。レントゲンを取った時、手の成長性はまだ残っているとはこの間言われましたってところですね。いつも通りですけども、成長診断の方に当てはめてみましょう。でまず最初に検討しなくちゃいけないのは直近のデータってところになってきますので、直近のデータねまず見てみましょう。12歳11ヶ月で160から162センチってところになりますので、私の表で言うと13歳0ヶ月のところで黄色く色塗ってみましょう。真下に下ろしていくと 173.6 から 175.4 のペースにいらっしゃるというような表現になります。それに対して早熟であればそれよりも低くなりますし、晩熟であればそれよりも高くなるという表現になりますので、どちらの方向に向かっているのかというのを検討していきます。この方の場合ですと、陰毛が11歳8ヶ月から11歳10ヶ月というところで、ちょっと早いのかなというところになってくると思いますので、早熟っぽいなという印象になります。それに対してなんですけど、今回もね成長の記録を見てみると、10歳0ヶ月がやはりぐーんと右に行く傾向が強いですので、10歳未満のねデータを見てみないと何とも言えないんですけども、おそらく10歳未満のデータは大体なんですけど、日本人の平均的な身長の伸び、いわゆる171センチペースというところで成長していたというふうに予測するんですけども、仮にそうだとすれば早熟系のグラフの印象かなというところで、現在のですねピークに少し身長伸び率が低下していくことが予測されます。例えばなんですけど、今回、ね、緑色で色塗ってみました。例えば検査を出してみて、体の年齢がですね14歳程度だというふうな評価であればですけども、 169.1 から 170.4 センチのペース、仮に2年分ですね成長が早いというふうに仮定すれば 165.3 から 166.6 というペースになってくることが予測されますので、2年分も早いってことはないかなと思いますので、167から 170.4 センチぐらいがね今回の妥当な予測なのかなという印象にもなりますので、目標170ってことですので、ね、結構いい数字なんじゃないでしょうか。遺伝子身長の方もですね、お父様168、お母様160センチですので、168足す160足す13割に170.5ですので、いい線にいってんじゃないでしょうか。レントゲンを取った時、手の成長線まだ残ってって言われましたってことなんですけども、まあ当然ねこの年齢を取った線が残っていないとすれば、限りなくね163とか164とかで、ね、それが止まっちゃうようなことになりますので、当然空いてると思います。これから、ね、一緒に身長伸ばしていきましょう。次、 LVLVWLWL なんて読むんでしょうかね。父親の身長足す母親の身長足す13割2の遺伝身長を求める計算式、日本人以外でも使えますか。あと、世界の多くの国で男性と女性の平均身長の差が13センチなんですが、これは人間の生物学的にこのような数字になるのか、それとも偶然なのか教えてください。これめちゃくちゃ面白いですね。結論から言うとね、私ちょっと今知識としてないです。なので正確な答えではないので、考えた上での答えみたいな表現になっちゃうんだけども、ポイントとしては、どうしてこの計算式が出てきたかというと、歴史的に日本人の平均的な身長、特に言うんですけど、男性の平均と女性の平均を差を取ってやってたら13センチってのが出てきて、それで書いてるようなところなので、例えばなんですけども、他の国でも同様にして計算式を作るときっていうのは、男性と女性のですね平均的な身長差をですね元に計算式を作るわけですから、仮に全世界の平均的な男性と女性のですね身長差が13センチであれば、こういった式になってくるでしょうという表現になってきます。ということで、これが生物学的にこのような数字なのか、それとも偶然なのか教えてください。仮になんですけども、偶然的に多くの人間という生物の中でこういった式が成り立つのであれば、それは偶然じゃないってことですね。その偶然性をどういうふうにして数学的もしくは科学的に説明するか、そして説明がついた時に生物学的にこういったことが考えられるでしょうというふうなことが発表されるわけになりますので、すごく面白い研究対象というふうな表現ができると思います。まあ、ただし全世界的にそういうふうな表現であれば、何かしらですね理由を突き止めることはいずれもしくはすでに可能になっているかもしれないけども、できると思います。次ですね、ケロッピー君ということで、腕立てや縄跳びは身長に影響しますかということで、まあ、腕立ても縄跳びも私の中ではとやっていただいていいでしょうというところの表現だと思います。次、黒豆さん、身長のピークが来てからもう一回伸びる時期などあるんですかということですね。基本的にピークは1回だというふうに認識してください。次、ハム太郎さん、週1キロペースのダイエットは身長に影響ありますか。16歳5ヶ月158センチです。ダイエット、タンパク質などの必要な栄養素を取り、運動で消費カロリーを増やすようなダイエットをしていますということですね。1キロペースは子供としてはやりすぎなんじゃないかなって印象になりますね。まあもちろん現在の体重とかにもよってくると思うんです。すごく重たいのであれば、一時的にやるのが悪くないのかもしれないですね。ポイントとしては、タンパク質の摂取量っていうのは
のは非常に多い方がいいですし、16歳5ヶ月結構の大人に近づいてきてますので、かなりボリューミーに理論上とってもいいように思います。ここら辺はね、何を食べれば身長が伸びるかっていう動画ね、過去に出してると思うんだけど、そういった論文でも必要なタンパク質の量ってなんとなく見えてくると思います。まあ、あくまでも大人のデータですけどね。次、ひろきさん、最終身長予測お願いします。現在16歳9ヶ月 176.3cm、 お父さんは163cm、 お母さんは163cm ということで、13歳0ヶ月からですね、現在までのデータいただいております。最低でも178センチ伸ばしたいということで、何センチになるのか予測していきましょう。まずはですけども、直近のデータで、ね、見てみると、現在は 177.1 から 178.0 のペースにいらっしゃることが分かります。それに対して13歳0ヶ月の、ね、データがいただいてて、おおむね 175.4 から 178.8 の間に収まっていることが分かりますので、このね、直近2年ぐらいを見てもね、非常に平均的に伸びてるんでしょうというふうな表現だと思いますので、今後も平均的な伸び率が期待できるという表現だと思います。現在が 176.3 センチってところを考えても、177から179ぐらいはね、いけるような気もしますけど、いかがでしょうか。ちなみにお父様とお母様の、ね、遺伝身長からですけども、 169.5 センチということを考えればですね、非常にね、よく身長が伸びたタイプというふうな表現もできると思います。次、 LIL さんね、最終身長予測してもらいたいということで、父親173センチ、母親160センチぐらいですということで、13歳3ヶ月か16歳4ヶ月のデータいただいております。あまり勢いよく伸びたことは今までありません。陰毛14歳11ヶ月で生えました。脇毛16歳になって生えました。あの日はまだ何も生えてませんということですけど、こちらも、ね、いつも通りですけども、まず成長シートの方に当てはめてみましょう。まずね、今現在の直近のデータから見てみると、 166.6 センチのペースに、ね、いらっしゃるという表現になります。それに対して半熟であれば、ね、もっと高くなるわけですけども、この方の場合だとほぼ半熟確定という表現でいいと思います。で、この成長曲線を直線的に予測していくと、 167.9 ぐらいが予測値になってくると思います。仮になんですけど、1年分半熟であるとしますね。具体的に言うと、実年では16歳4ヶ月なんだけども、体は15歳4ヶ月ぐらいだというふうに表現すれば、 168.5 とか、でそれぐらいのペースにいらっしゃるという表現になりますし、仮に2年分半熟というふうに仮定すると、171から 171.9 となってくると思います。さすがにね、全部が2年分ね、半熟というふうに考えると甘く見すぎかもしれないので、そういった意味で見てみると、167.9からですね、 170.4 センチとか、そこら辺がね、今回予測値としては正しいのかなというふうに思います。ただしね、遺伝身長の方が173センチというところからは、もしかしたらね、それ以上高くなる可能性も、諦めずに頑張っていくというのも大事かもしれません。はい、聖夜飛び先さん、最終身長予測してほしいですということで、11歳0ヶ月から10歳10ヶ月のデータいただいております。父上160センチ、母上150センチ、声があるですね、大体12歳ぐらいの時で半熟でも早熟でもないです。私の一族では160センチを超えた男の人がいないので、166センチを目指しています。ぜひ先生の意見を聞きたいです。ということで、14歳0ヶ月から直近のデータです、ね、見てみるという形になりますね。現在の平均的な身長伸びを考えてみると、166.6から167.3センチのペースになります。それに対してなんですけども、165センチを超えた人がいないということですので、今ですね、一族の中だと結構ね、高い方という表現になってくると思いますね。それに対して早熟的な要素があればですけども、当然下がって166.6から167.3よりもね、低く予測するわけなんですけども、ただ14歳からのデータを見てみると、半熟を期待してもいいんじゃないかなというふうに私は思います。ただし声変わりが12歳ぐらいということで、その点ではね、全く半熟ではないのかなって印象になりますので、過剰な期待までせずってところになってくると、166.0から167.9とか、そこら辺が妥当な予測になってくるでしょう。ただしですね、遺伝身長 161.5 から考えると非常にね、高いペースである印象になりますので、ぜひね、ご参考ください。はい、ということでね、まあ今日はこれぐらいにしましょうかね。今日ね、無料最終身長予測っていうサムネね、書いた通りなんですけど、結構ね、最終身長予測頑張ってやってきました。今後もですね、身長に関する疑問がありましたら、コメント欄の方に記載をお願いします。特に最近はね、無料最終身長予測希望される方が多いです。倍率高いですので、当選されるコツとしては、何歳、何ヶ月、何センチか記載することがまず必須になりますので、そこね、十分守っていただいて、思春期症状だったり、お父様だったりとか、お母様の身長だったりだとか、そういったのもぜひ記載していただくと、より一層正確に身長の予測ができると思います。もしね、受診していただくと、生活習慣のね、紙とかを8ページとかに渡ししたりだとか、あと最終身長予測するときは2ページぐらい使って最終身長予測していきますね。あとはもし治療するならばというところなんですけども、治療に関してもね、治療方針があるでしょうみたいなところもね、説明してますので、本気でっていう人は受診を検討してもいいかもしれません。それではまたね、今後もよろしくお願いします。身長美容院、バイバイ。